卒業式か。太郎。うん。いい天気だな。なあ、いい天気だな。うん。太郎。最後に写真撮ろうか。うん、そうだね。じゃあもうちょっと読んないと入んないかな。入った。いや、わかんない。叫んだこのぶっ殺すぞ。おい、これ聞いてんの。おい、なんだよ。おい、いらっしゃいませ。失礼します。おばちゃん、コーヒー二つね。お父さん、飲みすぎですよ。体にも良くないから。バカ、うるせえ。お父さん。
懐かしいな。じいちゃんが戦争で着てたやつ。じいちゃん、戦争ってどんなのやったの？孫の中でお前が一番好きだ。それとな、じいちゃんだって若い頃チンポコ立てたんだぞ。便所行ってくる。お前ももう立たないだろう。この本、この部屋に置かせてくんないかな。なんだ、外人ばっかじゃねえか。いや、さっきさ、母ちゃんに偉そうなこと言っちゃって、バーンと。だから、今夜これ見つかるとまずいんだよ。おいお前、これジジイの匂いこびりついちゃってんだお前。私が洗濯してんのよ。家事全般やってんのよ、私が。ここで寝ちゃったよ。気をつけて運転しろよ。あのですね、化粧品の方を売りに来ました。結構です。マニュアル通りだよね。ちょっと確認する。やっぱりいいや。でもいいよ、もういい。いいの？今ね、俺ね、ランニングの終わってね、クールダウン途中なんだけど、モテっちゃってね、甘いもん欲しいんだね。これ、待っていい？あ、今サービスがありまして、うん、私とじゃんけんして勝ったら、これがプラスされるんですけど。え、これじゃんけんしてくれんの？ほんまにくれんのこれ。はい。いや、
億劫だから。チョキ出し。ふざけんなこの野郎。何がさ、お前あの子に何したんだよ。いや何したか言ってみろよ。ほら、いや何もしてないっすよ。え、何もしてねえじゃねえだろお前。何おっぱいもんだだろうが。いやおっぱいもんだだろうがよ。勘弁してください。ちょっと何のことですか。どんな感触だった。いや勘弁してください。どんな感触だった。いや何のこと。いや言ってみろよ。どんな感触だったんだよ。おっぱいどんな感触だったの。言えよお前。いや隠すなよ。言えよ。勘弁してください。ちょっと言えよてめえ。お前謝っちゃう。ごめんなさい。俺ね、会社はクビになった。じゃあ、この物件で決めますね。
しくないの。なんだよ、いい物件なのに。ほら、周りが自然に囲まれてて、ほら、あんたさっき言ったじゃない、畑ついてるでしょ。畑欲しいって言っただろう。ほら、で、しかも安いんだから。え？いや、これでこの先の人生が決まっちゃうかって思うとちょっと悩んじゃいますよね。わかるよ、わかる、わかるな。そうだよね。俺もさ、大学出て一人東京に出てきたんだけどさ、なかなかね。いや、夢があってね、それを追いかけてんだけども、いや、いろんな職に就いたな。皿を洗う仕事、あれも大変だったな。おい、え、お前の仕事なんか、ニタニタ笑って客に媚び売ってるだけでいいんだ。じいちゃん、ちょっといい？あ、悪い悪い。俺、この家出ようと思ってんだよね。嘘。本当。本当。これ。でさ、何やってもダメだから、野菜とか作りながら生活しようと思ってる。嘘。本当。嘘。いや、本当。あのな、お前はダメな人間なんかじゃねえよ。太郎な、思いっきりやってこいよ。じいちゃんもな、この前ちょっと試してみたらチンポコ立ったんだぞ。何それ、でかいぞ。いいよ。僕やるよ。ああ、しんどい。違うんだけどさ、そこ掃除してもそのゴミまたどっか持ってっちゃったらそこまた汚くなるじゃん。地球規模で考えればその行為は無意味じゃない。やっぱり。あのさ、畑のある家とかに住もうと思ってんだけどさ、いや、僕か。一緒に行く？
え、大丈夫なの？うん、リップです。じいちゃん、大丈夫？太郎、俺、ダメだ。もう、立たねえ。向こうでの生活の目処がついたら、じいちゃん一緒に暮らそうよ。そしたらまた遊ぼうよ。行ってくる。かけっこ、昔は俺の方が早かったよな。こいつです。いいよ、いいじゃん、どうでも。一緒に行くから。ふざけんな、何言ってんの。頼むよ、ババアは冷たいしさ。関係ないじゃん、お前が心配なんだよ。いいよ、行くからどいて、邪魔だから。うん、まあ、とりあえず乗ってくから。いや、だからダメだって。いや、二人乗りだから。いや、こっちの方は、警察の方は、荷物を見てますっていうか、OK だから。いや、警察とか関係ないでしょ。ちょっと待って、何言ってんの。何言ってんの。ちょっとだけ待ってて、ぶっ殺してくるから。いや、いいよ。私は構わない。
あそこ見回ってみる。なんでだ、左でいいじゃん。右だってば。なんでだ、いいか降りて、いいか降りて。行かなくていいか、降りて行こうよ。なんで降りてんの。なんでそっち、なんで、なんで、いいじゃん、こっちから。なんでそっちから行く、ちょっと待って、ふざけんなよ。なんで、ちょっともう、ふざけんな、おい。大丈夫かよ。おおおおお、虫ビビった。大丈夫、虫ぐらいいいでしょうよ、こんなところで。超ギザギザ。そんなにおかしかった。太郎と風呂入るのも何年ぶりかな。閉まってきたな。閉まってきたんじゃないですか。おい、やめろ。陽子ちゃんも一緒に入んないかな。三人仲良く水入らず。おっぱいですよ、おっぱいですよ、ぽよんぽよんぽよん、陽子ちゃんのおっぱいぽよよん。増田祐樹君のインタビューをお送りしたいと思います。増田祐樹君、どうぞ。
うん、おれおれレオ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 レレレオと、ありがとうございました。今日は、松田由紀くんに来ていただきました。いろいろインタビューして松田くんのプライベートを丸裸にしようかなっていうことなんですけど、いろいろ質問していいですか？松田君は、一部の女子高生から、いろいろあだ名とかついてるらしいんだけど、どういうあだ名なんですか？ダブルドラゴンだね。ダブルドラゴン、そう。どうしてそういうあだ名になってるのかな？この足が、ゴールするときに、火を吹いてるみたいで、うん、なんか、一部のファンからは、竜に見えるみたいで、そう呼ばれてるのかな。はあ、ビリビリになっちゃったよ。そうで人を殺してるんです。おじいちゃん大丈夫？今までずっと怖かったんですよ。私に返してとかそういうんじゃないんだけどさ、私ぐらいになったらプライドとかあるから、なんか入れ歯の匂いします。
人間って、ね、行くときはすぐスパーンって結構行きますよね。どういうこと？みんな絶対死にますよね。本当死んじゃいますよ。それはまあ、人間だからね。でも、太郎はそのうち帰ってくるから。心配しないで。はい。じゃあ、バイト行ってこようかな。私もなんか探しますよ。あ、いいのいいの、やこちゃんは。この子誰？その質問は無意味でしょう。なんで？あのさ、人間っていうのはね、一言では言い切れないでしょ。じゃあ実際のところ、今の日本はどうだろうね。いや、ちょっと一言では言い切れないんじゃないですかね。そうだよね、まあ、難しい問題だよね。来い。あ、ちょ何かあの母乳出して。ボニュー、これ、出ないわよ。え、マジで？ボイ、タロちゃん、魅力なしになっちゃう、それ。すみません、みちおさん、あの、すみません。マジショック、それ。ボニュー欲しい。すみません、みちおさん。あの、できればブラックで。あ、すみません、あの、すぐ戻ってくるんですけど、ちょっとだけ出かけてきます。あ、やっぱり指痛いわ。指が。え、どうしたんですか？いや、どうしたんじゃない、どうしたとこじゃないじゃん。さっきタイヤとホイールの間に挟まれたじゃん、ガンって挟まれたじゃん。タイヤ押さえてて言ってたじゃん、二人で。タイヤ押さえてて言ってたじゃん、俺ちゃんと危ないから。すいません。だって何で話したの？話したからガンってなったんだよ。もう指伸びないもんだって。すいません。あ、いえいえ、じゃん。いや、いいけど。いや、いいけど、とりあえずなんかあいつちょっと寂しそうだから、なんか悲しい感じだから、これ持ってったら取れちゃった。
前さ、何賃貸やってんの？そんなんじゃ給料出ねえぞ。フェだからいい年こいてこんなところでバイトしてるやつはダメなんだよ。これにみんなの命かかってんだろ。違う俺の言ってることは。違う？いや、違うねえよ。じゃあちゃんとやれよ。返事は？返事。はい。え？はい。すんごつくなぁ。何があるんですか？うん？ただのバイトっすよ。え、何のっすか？みちおさん、ダメ、もう金払ってるからダメ。大丈夫か？最悪っすよ。もうあの人変な匂いしましたもん。常連さんだから。という間に終わっちゃうんだけどね。みちおさん、僕これからどうしたらいいか分かんないんですよね。これ結局全部これだからね。
球選手になってもこれ、ホームレスになってもこれ、人間にできることっていうのはもう女とセックスすることぐらいだから、まあそれも NASA の人に全部見られてんだけどね。え、いや NASA 宇宙センターの人、外人さんだから、まあこんなのも全部ね、高性能のカメラで全部見てんの、全部見てんのこれ。やっべやっべ、ほらほら、なんだの人見てますか、なんだの人、おい、なんだ、なんだ、お前、お前も、なんだの人見てますか、見てますか、なんだの人、なんだの人見てますか、おい、太郎ちゃん、なんだの人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 見てますか、見てますか、なんだの人、なんだの人、もっとちゃんと、なんだの人、なんだの人、見てますか、見てますか、見てますか、ほら、ちょっと見てますか、なんだの人、ちょっと外人さん、ちょっと、マサの人、見てますか、ナサの人、あー、あー、こっちです、あー、ナサの人、見てますか、あー。ああ、それ、畑に撒いとく、撒いとく。すいません。はい、じゃあ行ってきます。いらっしゃい。よし、何やってるんだろうね。わかんない。え、どうしたの。え、ね、太郎くんさ、そろそろ帰ろっか。いいの、うん、あ、なんだろうね、このサングラス。バカみたい。なんか、ちょっと、また一つ大人になったかもしれない。うん。
ゃあ帰ろうか。この革ジャンとサングラス1万円で買ってください。1万円え、どこ製造の？ノリコ、1万円出して。すいません、どうも。買っちゃった。むしゃくしゃしたんで、こうパーマあったんですよ。え、どこそれ？いくら？4000円かかりました。すいません、どうも。起きて、ちょっと起きて、ちょっと起きて。じゃあいい。今日は俺の状態も悪いし。何の？そっか。明日買い出しだな。あ、買い出しの状態も悪い。なくてさ、何それ、何それじゃ、何それ、何逆切れみたいになって、
金がなかったら食えるんだから。そのうち野菜とかできるからいいんだよ。それまでどうすんだよ。働かないとね。うるさいよ、もう。わかった。だからさ。わかった、もう。やる。じゃね、働くね。やるやる。働くね。やるやるやる。じゃあ、ようこちゃん、おやすみ。かなり急いでるんで、オールテイクアウトで、チキンバーガーのラッキーセットを2つで、ソフトクリームを2つで、それ今何したんですか？これなんか。あったみたいですよ。ああ、そうなの。これからどうしようか。しちゃう？しちゃうって、私変なこととかしないからね。ああ、そういうことじゃなくて、しゃべるとか。あ、しゃべりね。あ、耳ちっちゃい。あ、耳ちっちゃいな。そうかな。普通だと思うんだけど。怖いな。ちょっと近寄り。何もしないから。ちょっと待って。今日笑ってないから。ダメ。いや、今日笑ってないから。本当に今日はダメなの。俺も笑ってないから。ちょっと待って、陽子ちゃんってさ、あいつなんかと付き合ってたの？別に付き合ってないけど。じゃあなんで手振んの？だって知り合いだもん。じゃあさ、陽子ちゃんって少女じゃないの？じゃなかったら何？別に。だったら聞かないでよ。何弾いてんの？ロック。ヨコちゃんさ、あいつがどういうやつか知ってんの？おかしいよね。ヨコちゃんおかしいよね。
ってることもやってることもおかしいよね。おかしいよ、おかしいよ、もう。じゃあ、ごめんね。電気消すんだから。やってる。うわ、なんか汚いおじさん来た。汚いおじさん。そうなんだね。うわ、なんか日本間違ってるよね。くれちゃってさ、なんそんなものもらえるんですか。媚び売りまくっちゃってるから。そうなんですか。美味しかったです。ちょっとストップして、え、だからストップだ。なんでパセリまで食うの。別にいいじゃん。ダメ、パセリはダメ。本当にムカつく。
にムカつく。泣くの。どうせ女だから泣くんだろ。泣けばいいじゃん。女の武器使って泣けばいいじゃん。そしたら土下座して謝ってやるからよ。泣けばいいじゃんな。肉投げてんじゃねえよ。はい。すぎるぞ。待つだからな。ダメ、そんなダラダラ棒振ってちゃう。ピシピシッとビュン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 。陽子ちゃんってあれ、仲直りしたの？
コーヒープレゼント。ごめんね、いろいろごめん。それともう一つ言いたいことがあるんですけど、タバコ吸うの？結構もらえる？やっちゃいました。陽子ちゃんとまた喧嘩したの？仲良く行きましょう、仲良く。いろいろあるとは思うけどさ、ね。そういえばさ、この間小松君に会ったよ。君たち仲良かったでしょ？うん、県道をずっといたところにさ、トンネルあるじゃん。その近くに小汚い家あるでしょ。あそこ行ったことある。もう帰ってきたんだ。陽子ちゃん、野村陽子ちゃん知ってる？ほら、あの子遊び人だよ。この間寄ってきちゃった。ほら、見て、潮吹いてきちゃった。見て見て。ちょ、わかんない。わかんない？匂い嗅いでみてよ。匂い。わかる？わかんないですね。わかんない。アルバイト中？
イト中だよ。アルバイト中。自転車1台しかなくてごめんね。あ、大丈夫です、大丈夫、大丈夫です。僕たち走りますから、ついていきますんで。じゃあ行こうか。飲めよ。いや、飲めってな。飲めって。はい、もっと待った。はい、お前も。変な顔ですね。面白い？面白い？見てる、見てる。トン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 。変だ、親父。また？また？トン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 、リストラされた親父。面白いだろ。面白い。太郎、こいつらいい奴らだな。俺のこと面白いって。近くでやるからな。トン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 、変。今だった？だった？ちょっとすいません。ちょっと言いたいことあるんですけど。高木とやりました。すいません。ごめんなさい。以上、ありがとうございました。ちょっと何それ、どういうこと。別にしょうがないじゃん、やっちゃったもん。しょうがないでしょ、やっちゃったんだから。そう、本当よ。
何これ、何だよ意味わかんねえよ、なんかでっけえ話しよ。どうせあれだよな、他の男にやられたからこんなでっけえ話だろうよ。見たこともないのにそんなこと言わないでよ。じゃあ見せてみろよ。いや、そんなこと言わないでよ。見せてみろって言ったよ。よく見なさいよ、よく見なさいよ。見たんじゃないのよ。でっけえんだよ、でっけえんだよ、でっけえ話なんだよ。もっと見なさいよ、早くもっと。花じゃねえかよ。だよ、ラーメンをてやろうか。なんだよラーメンかよ。だって時期同じでしょ。まあ同じだけど。で陽子ちゃんは？何が？まあ一緒にはまあ来ないか。いや来るんじゃないの誘えば。来る？いや来るだろ。あ、来る。だから来るって。あ、来る。いや来るってだから。あ、来るんだ。あ、行ってくるから。お。
この煙